お怪我はもう大丈夫なんですか、おけがっていうのかなあれ、うん、あの治ってるんですね、ただ、もう、あのんと筋が両方切られちゃってる、足はね、そうすると、あの治っても、後遺症は残ってるんですよね、なので、あ自分でリハビリを続けないと、そんな何かしもやられちゃったんですか。 傷自体は数十箇所あったんだけど、一応重いのはここで、ここは深さ15センチなんですね、足。だから、もちろん筋肉に切られて、えーで、ここは深さ4センチだけど、幅が15センチ、だからこれはちょっとずれると、経動脈だったんですね <laughs> ああ、そっかそっか、うん、よかったですね、頸動脈じゃなくて。うん、よかったと思いますよお<ー> <laughs>、はい。死んじゃえばよかったと思っている人もいるかもしれませんけどね。いいいいやややそれど,どういう あれなんすか僕は分かんないですけど、うんあの、そんな目にあったことがないので、どうやったらそんな目にあってしまうのかっていうのをちょっと、あのー、多分ね、安倍襲撃とか岸田襲撃とかと、同じベースがあります、はい、それは、まあ、思い込みですよね、だからお友達がいて、誰かが何か言ってやるようなことができれば。 あの、止、はい、まる、うん。だからまあ、<coughs> 最近はそういう人たちが多いですよね。基本、えー、友達がいない。家族は分断されてるで。でもそれ昔からそういう人っていませんかところが、共通感覚があったけど、今、インターネットで、ね、どんどん、うん、自分の世界に入っちゃうっていうね脳内エコーチェンバー現象が起こるんですよね。はい、でそうすると、ブレーキがかからない限りは、 あこいつさえいなくなれば社会は良くなるとかって思うわけですよね。で、一般に生きづらい人ってさ、うん、あの生きづらいが故に不安になっている場合は、神経症の症状を示して必ず多席か多罰か、俺が悪いんじゃないって、こいつさえいなくなれば俺は大丈夫なのに、私は大丈夫なのにと思うと。まあそうでしょうね。僕はこの一家からまあ彼が書いた 日記を読ませていただいているんで、はい、なんかその辺はよくわかります。あの、本を読んでるんですよ。ただ、その本の読み方がすごい偏ってて、うんえー、どの本を読んでもなぜか感想が同じで、うんうん、面白いですよね。だからまず、安倍晋三氏を、まあ、神聖化している。で、日本の国体を守ろうとしている。んで、 あのおそらく母親の影響もあるんだけどエホバの証人だったんですね、母親がね。エホバの証人というのはご存じのように反治政主義、だからアメリカのイノセンティズムの、はいまあ、一角ですよね。まず医者をすごく憎んでるんだよね。だからこれはあの輸血禁止という教義に反映されてる。うん、で、同じ大学教員、まあ、なんちゅうたらいいんだろう、知識人一般をすごく。 憎んでいて、うんで、こいつらがあの言葉をたぶらかして、うん、まあ人をダメにして社会もダメにしてるというふうな図式で全て考えます。なんかか文化大革命みたいですね、うん、まあそうですねだから非常に凡庸なパターンなんですけど、はい、あのやっぱり誰も何も言ってあげられないからそれで、まあ、全てがそうだというふうに思い込んじゃうと<ー>いうことだと思いますね。 うん、あれ、捕まったんですよ、ね、いや、捕まらず、1か月後に、自殺していることが分かったそうです、うん、それ、なんで自殺しちゃったんですか、あの人いやあの監視カメラで映像がもう、あのいろんなものが撮られてで、一家もだんだん小出しにして <laughs>、だん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 出していくってことの中で、あもう無理だと思って。うーん えっとね、3日前から完全にあの断食をしているから、うん、で、これはあの、まああの、首吊りでね、死んだ時に、まあ、糞尿をまき散らさないように、まあ、そこはあ、ある種美学的な配慮を行ってあ<ー>、まあ、亡くなってるっていう感じですね。<ー>うん、なるほど。でも、うん、それでも、要は、まあ、すごい有名な人でも、うん、そこまで恨まれない人と、 実際にそのテ,、うん、テロ行為を受けてしまう人、うん、例えば安倍さんみたいに受けてしまう人と、うん、そうでない人っているじゃないですか、うん、宮台さんみたいに、うんうん、よく復活しましたね、なんか精神的にやられたりとかしませんでした全くないですね、だからまず、ね、大丈夫僕が狙われたのはあの、やっぱり誰でもよかったんだけど、大学教員ってさ、うん、所在が分かっちゃうんだよね、何時の事件にどこどこの教室でやるっていうね。 で、まあ、あの、僕の研究室だって、すぐ分かっちゃう、調べればね。うん、で、なので、まあ、数週間前から研究室の前で張ってたんだけど、うん。彼はね。でも僕は、研究室全然戻らないんで、うん、あの、残念だけど、それは空振りになって、で、僕の授業をする教室の近くで、<laughs> うん、まあ、張って待っていて、うん で、まあ僕を追跡して、人気がいない、まあ、駐車場の近くまで行ったところでやられたということですよね、<ー>後ろから。本当のだから後ろから衝撃するとかってありえない卑怯者ですよね。はいはいはい。でなん、何のよりもしないしね。で、まあたまたま武術いくつかやってたから、あの、防げましたけど、はい。でも手はすごかったですよ。あのま、まあそんなに深くはなかったけど、手はね。 でもまあ傷だらけで血だらけ、うん、うんであのただ、武術をやっている方いると思うけど、はい、まいろんな人からねツイッターでアドバイスされたけど武術って相手をその倒す訓練なんですよねでなので逃げる訓練をしてないんで、うん、あの結局、こうやって僕が防ぎながら相手をまあ倒したんですよ地面に1回倒れたところで、うん、まあいわゆる深追いをしたんですね。 で、そうじゃなくて、そこで逃げて、大声を上げて助けを呼べばよかったんですよね。うん、はいはいはい。大失敗。大失敗。失敗はい。それがなければ膝は、なんか、こう怪我は負わなかった。ああ、なるほど。その段階で傷が浅いうちに逃げればよかったと。そうです。だから、武術をやってるから大丈夫だと思ってる人の盲点が逃げる訓練がない。なるほど。僕だったら速攻逃げますけどね。 武術やってない方は多分逃げると思う普通にやってますけど逃げます素晴らしいキックボクシングとかやってるんですけど柔道とかでも逃げますいや僕はもうなんか基本的にあんまり争い合いになりたくないのでいや俺だから大丈夫なのかな宮台さん全然大丈夫だただあれこの間「ュースピックスに出てもらった割と直後くらいでしたよねそうです ねですよね、うん、いやだからいやもうああいうのってまた模倣犯とか出てくるじゃないですか、うん、いやだから本当、あのそういう大学の先生とか大変だなと思って、うん、大学の教員は、ね、大変だと思う、著罪がわかる、必ずわかるんで、うん、あの事務室に行けば必ず分かっちゃうし。はいはいはい